こんにちは、アートクレイチャンネルのジンです。今日は、天然石やもちろん合成石を止めることのできる、石枠の説明をしていきたいと思います。石枠にはいろんな種類があります。丸い石を止めるラウンドカットで、これは涙型ですね。涙型の石を止めるペアシェイプ、そして、両端が尖った石を止める、マーキスカット、そして最後にですね、この四角形の石を止めるスクエアの石枠があります。で、ラウンドカットの石枠にもいろんな種類があります。通常のタイプに比べて高さの低い、スマート石枠。スマート石枠は、ラウンドカットと、あとはマーキスカット、2種類あります。そして粘土に差し込む位置が横側についているタイプもあります。それではですね、粘土に差し込む位置が縦についている、石枠の説明をしていきます。使い方は簡単です。粘土が柔らかいうちにギューッと押し込むだけですね。ギュッと押し込んでください。しっかりと、足の部分、差し込む部分が粘土に埋まるようにしておいてください。ただこのままだと高さが高いので、今度は差し込む位置を、カットして使ってみます。ニッパか何かで構いませんので、差し込む部分をしっかりとカットしてください。そしたらこの横の部分に中目ヤスリで、ちょっと削り込みを入れます。溝ですね。そうすることによって、調整後石枠が抜けなくなります。必ず反対側も同じように溝を入れてください。そしたらですね、先ほどと同じ、粘土が柔らかいうちに、しっかりと埋め込みます。先ほどに比べてちょっと高さが出てないの分かりますか？ただですね、このままだと調整後石を止めることができません。石枠の内側、ちょっと粘土がはみ出ているの分かりますか？これをですね、しっかりと取っておいて、そのまま調整をしてください。次はですね、差し込む部分が横についているタイプ。これはですね、簡単です。もう粘土が柔らかいうちにキュッと差し込んでください。そうすると石枠が浮いたようなデザインを作ることができます。最後にですね、石止めの方法です。石はですね、キュレットと呼ばれる尖っている部分とテーブル面、平らな部分があります。テーブル面をです、下にしてですね、調整後、石枠にギュッと押し込んでください。この状態だと仮止めですね、まだ取れてしまいますので、やっとこで対角線上の爪をぎゅーっと挟み込んでください。残り2本の爪も同様に止めたら、完成です。